聖徳太子が亡くなったと、日本の政権、政治はどうなってたか。やっぱり聖徳太子が亡くなってしまったことで、力のバランスが崩れてきます。蘇我の一族、蘇我の馬子とその息子たちが、どんどん勢力を持つようになったよね。馬子が亡くなった後も、江夷市いるかと、蘇我氏は勢力を振るい続けました。 さらにこの聖徳太子の息子、山城の大江の巫子っていうのがいたんやけど、こいつも邪魔なので、このイルカが、聖徳太子の息子も滅ぼしてしまうんです。せっかく聖徳太子がこう天皇中心の国づくりを進めようと、ま、その基礎というか、方向性を定めていたのに、また、豪族中心の政治に戻っていきました。ただ、そういうふうに蘇我氏が好き勝手やってるのを黙って見ている人だけではありません。 ある一人の人物が立ち上がりました。この左の人。この人物が立ち上がる。中富の鎌足さんです。この人、後の藤原氏の祖先になった人ね。鎌谷、ちょっと汚くなっちゃったけど、中富の鎌足さん。この人が立ち上がる。この人、どんな人やったかっていうと、ものすごく頭の切れる人でした。 中国の軍事書に陸東っていうすごい難しい軍事書があるんやけど、まあこれを戦国時代の武将たちも必死で勉強してました。そんな軍事書をスラスラと暗記してしまうような人やってな。この中富の鎌谷さんが立ち上がる。ただ、中富の鎌谷さん、まあそれなりの豪族やってんけど、そんなすごい天皇家と関係があるわけではなかったので、やっぱりこの蘇我氏を滅ぼす計画のリーダーには、え、王家の人に、 入ってもらいたかったよね。天皇家の人に入って欲しかった。なので、いろんな人に当たっていきます。まずは、中富のかまさん。カルノミコという人に、ちょっと当たってみました。カルノミコさん。ただ、このカルノミコさんは、ま中富のかまりから見ると、こんな大それた、蘇我主を滅ぼすというような計画の中心、リーダーになれるような感じの人ではなかったんだ。なので、ちょっとやめおこうかなと。 で、次に出会ったのがこの人、右側の人。大化の改新の、まあ、リーダー、中心的存在になった、中野大江の王子です。この中野大江の王子と中富の鎌たは、え、内まりの会であった、っていうふうにされてます。まあ、内まりっていうのは、まあ、まりを使ったスポーツみたいなもん、はっきり詳しいことは分かっていないけど、その会で出会いました。ただちょっとこの二人だけでも計画は実行できないので、もう一人、 蘇我氏から人物を入れることになりました。蘇我氏馬子、恵美し、いルカと、この三人が特に栄えてないけど、そこからちょっとずれた、蘇我のおみ倉マロとって人がいてな。その息子さんの蘇我の倉山田、石川マロこの人をメンバーに加えました。この三人が中心になって、計画を進めていきます。そして、645年の雨の日、計画を実行に移しますね。 当時、韓国には三つの国があった。で、その三つの国が日本にも、もちろん日本から、韓国の方にも、たびたび死者を送っていましたよね。で、その死者が日本に来る日、外国からの死者なので、もちろん天皇もお会いするし、重要な役人も、この蘇我のイルカも、その、お会いする場にいました。儀式の場にいた。そのタイミングを狙って、中富の鎌田と中野大江のおじは、まずはこの蘇我のイルカの暗殺を実行に移します。 その時の様子を表したのがこの絵です。これが、ま、もちろん襲っている場合ね。こっちは弓を持っているか。合、これが弓を持っているのが中富の鎌あたりちゃうかな。そして襲いかかったと。ま、もちろんこの二人だけじゃなくて部下も雇っていたので、え、確かこの襲いかかっているのは部下の方やったと。頭を切り落とされてるよね。これは部下の方やと思います。じゃあお父さんのエミシはどうなったかっていうと、もともとこのエミシはイルカほど、なんてやろ、わがままというか好き勝手な人物ではなかったです。 ただやっぱりこう息子の死を聞いて、蘇我の一族ももう終わりやなと悟って、いるかの後を追って自殺をしてしまいます。こうして、蘇我の一族っていうのが滅ぼされた。まあもちろんこっちの分家というか、恵美氏とかイルカじゃない方は残ったんやけど、こっちの総本家、勢力を持っていた蘇我氏っていうのは滅んでしまうわけね。で、この暗殺の事件、この事件のことを一死の変って言います。一死の変。 一死。で、大化の改新って言うと、この事件のことを大化の改新って呼んだりもするんやけど、基本的には大化の改新は、この一死の変が起こって、その後、えさっきのカルノミコっていう人が実は天皇になるんです。天皇になって、皇徳天皇と名乗ります。皇徳天皇。この皇徳天皇の時に行われた改革のことを、 大化の改新というのが、んていうの歴史的に正しいことです。中学校まではこの事件のことを大化の改新って呼んでいたりもしました。ただ、この一種の変からその後の一連の改革のことを大化の改新って言います。で、この大化の改新からまた律令国家、聖徳太子が目指した天皇を中心とした律令国家に日本は進んでいくわけです。 じゃあちょっと話を変えて、じゃあ律令国家って何なんと。前の動画にも出てきたよな。最後に出てきました。律令国家って一体何なんですかって話を先にちょっとここのペースペースを使ってやっとこうか。律令国家。です、前回話したときはものすごく簡単に、律令っていうのはまあ法律とか決まりのことで、それを中心にして、 それによって治めた国のことを律令国家と言っていうふうに言ってたんやけど、実は律令っていうのはもうちょっと思想的な部分がある。どういうことかっていうと、え、この律令っていうのは中国の、えっと、呪荷っていう人たちです。これは孔子とかです。儒教のまあ考えの人たちな。ちょっと汚くなっちゃった。儒家の人たちと法家。これは法律を重視して、法律によって 国を治めようとしたグループのことですこの二つの思想グループの考えが反映されているのが律令国家の考え方です。じゃ、まず儒家の考えっていうのはどんなものかっていうと、孔子が中華思想を体系づけた形にしたというふうに言うとだよな。その中華思想がこの律令国家の元にはあります。何かっていうと、中華思想では一番偉いのは天使、皇帝やってな。中国では皇帝、日本では天皇にあたる。 まずはその天皇中心の国づくりをしようということ。なので国中にある人だったり、人民だったり、土地っていうのは基本的に天皇のもので、その権力は全て天皇が持っているぞってもの。これは儒家の思想から来てます。儒家の中華思想から来てる。そして二つ目。この放火からじゃどういう思想を受け継いだかっていうと、それがこの律令の部分なんです。 法化っていうのは法律をきっちりと定めることによって厳格な厳しい国づくりをしていこうという考えの人になっちゃって。あの真の始皇帝っていうのもこの法化の考えを採用したんやけど、ま、あそれで厳しい国づくりをしすぎて、ま、あちょっとすぐ滅んでしまうことになってんな。ただ法律っていうのはやっぱり国に必要なもんです。この律と量っていうのを定めようというふうに言いました。律っていうのは何かっていうと、これは、今で言うと刑法のことです。 つまり何か悪いことした。盗みをしたら懲役何年とか罰金いくらとか人殺したら何年いくらとかそういうふうに定めたものがこの律な。なので今で言うと刑法にあたります。じゃこの量っていうのは何かっていうと天皇中心の国づくりをしていくためにはこの厳しい法律だけやったらうまくいかんわな。何がいるかっていうと やっぱりその厳しい法律を実行したり、天皇がしっかり政治をしていくためには、お金がいる。マネーがいるよね。で、そのマネーはじゃあどうやって国が集めるかっていうと、基本的には、まあ今は国債とかを発行しているけど、税金です。なので、国民から税金を集めて、で、それをまた政治をし、政策を決めて、で、税金を使って、いろんな仕組みを作っていくための制度がいるな。それを定めたのが、量ってこと。 大丈夫ちょっと難しいかなだからこれ今で言うと行政法。地方とかの行政法になるわけす。どんな風に国を運営して税金を集めて、どんな風に政策を決めて、でそれをどうやって地方で実際にやっていくのかっていうのを定めたのがこの量。この率と量によって天皇中心の国を作ろうっていうのが、この律領国家の考え方なんです。 で、もうちょっと政治的な言葉にこれを言い換えると、天皇を中心とした中央集権の国家を作ろうとしていたってこと。中央集権。またちょっと難しい言葉が出てきましたけど、これはなんとなく分かっとったらオッケーです。中央集権国家ってこと。これは読んで字のごとく。中央に権力、ちょっと汚くなっちゃったけど、権力が集まっている国ってこと。 この律令国家っていうのも天皇に権力が集まっているから中央集権国家っていう風に言えるやなこれを目指していたとちょっと余談になるんやけどこれと今逆のものを日本のいくつかの政党が特に目指しています中央集権の逆が地方分権ですこの中央集権っていうのはまあいいところもあるんやけど例えば 地方によって状況が違ったり。例えば、たくさん、お金を稼ぐ、地方もあれば、お金が全然ない。破産してしまうような地方もある。そういう風によって、地域によって状況が違う場合っていうのは、国全体で一つの決まりとかっていうのはなかなか難しいやな。やっぱその地方にあった、法律とか仕組みを決めてった方がいいや。ま、あなので、日本もちょっとずつこの地方文献に、いくつかの政党が中心になって変えていこうとしてる。 アメリカとかは、ま、あよりこの地方分権型の国づくりになってる。アメリカの州っていうのは、日本の都道府県とかよりもっと権力を、力を持ってる。ま、あでも実は日本にも、え、地方分権の時代っていうのがありました。例えば、え、戦国時代とか江戸時代。戦国時代っていうのは、もちろんその戦国大名っていうのが、その国を支配していましたわけね。これは地方分権。まあでもそれは地方分権って言わんかな。それぞれ別の力になるから。 ただ、江戸時代っていうのは地方文献やね、今に比べると。江戸幕府っていうのが江戸に中心としてあったけど、それぞれの藩は今の都道府県と比べてかなり力を持ってました。かなり自由に政治ができてな、その地方の。ただ、その江戸時代が終わって、明治時代になってきて、一つの国として強い国を、近代的な国を作っていこうとすると、やっぱりがっつりお金が必要になるわけす。 そういう時にはやっぱり中央集権国家の方が向いてるやな。え、地方からそれぞれ税金を集めて、そこで大きい政策をダイナミックに打っていくと。そういうのは中央集権国家が向いています。ただ、明治から大正、昭和、平成とこう時代を経ていく中で、地方の事情も変わってきた。日本の事情も変わってきた。そういう中で、中央集権より地方でお金を集めて、地方で政策を決めて、 え、実行していく地方分権型の方がいいんじゃないかというふうになってきて、ちょっとずつ変わってきてるよね。なので、時代とか状況によって、中央中央集権がいいか、地方分権がいいかっていうのは変わってきます。で、話をちょっと戻すと、え、山戸政権の時は、どっちらかっていうと地方分権やってな。それぞれの豪族が力を持って、でも大きみを中心にしていた地方分権です。 ただ、え、これから隋とか、あとは朝鮮半島の国に並ぶような、新しい一つの統一された国、日本を作っていくためには、え、中央集権の方がいいやろと。というわけで、え、律令国家っていう形で、中央集権国家を作っていこうとしていたわけ。なので、え、この大化の改新、いろんな改革が、この、一種の変の後に進んでいくわけやねんけど、その時に行われた改革も、基本は、 この二つのポイント。天皇中心と律と領。これを押さえておけば、どんな改革が行われたかっていうのもわかります。ちょっとそれを見ていきましょう。いしょ。これで最後やね。ちょっと今回は政治の話とかって難しくなったかもしれんけど、これが最後です。よいしょ。で、この大化の改新、一種の変が終わった後に、え皇徳天皇の時代に改新の御事の理っていうのを出しました。 海心の御事なり。で、これに基づいて、それ以降の律令国家への制度づくりが進んでいくわけです。御事のり。で、この改信の御事りは何を目指していたかいう先ほど言っていうと、さっき言ってた天皇中心の中央集権型の律令国家です。なので、やった政策もそれに合わせて考えていけばいい。考えてみよう。 それまでは、え、豪族が力を持っていたような形の地方文献やったやつを、より天皇中心の中央集権国家にしていくためには、どうしたらいいやろなまず何せなあかんやろ。まず一、ま、つはさっき言ってた通り、天皇が中心、天皇が国民と土地を持っているっていう風に変えていかなあかんやな。それまでは豪族がそれぞれの地域で土地とその土地に住む民っていうのを 持っている形でした。なので、まずは、その豪族が持っていた土地とか、え、民っていうのを天皇に変えさせた。天皇のものにさせました。これを、公地公民制って言います。公地公民制。公っていうのは、公って意味です。みんなのってことです。ま、あみんなのって言っても、ここでは天皇のってことないけど、え、高知公民制にしました。 じゃあ、それほどうまいこと、急に天皇のものになったかっていうと、ま、すぐにはうまくいきません。これも時間をかけて、少しずつ、公地公民制に移行していきます。じゃあ、まず、え、天皇のものに、え、土地と国民は天皇のものになったと。じゃあ、次は何したらいいやろ。そこから税金を取って、また、中央に、天皇の方に集めて、で、政策を決めて、で、地方でまたやってもらうんやね。そのためには、地方ごとになんか組織がいるやんな。それをじゃあ作ろうと。 いうことで、ま、後にもうちょっと具体化していくんやけど、今でいう都道府県とか市町村みたいな国とか軍っていうのを作りました。で、そこに、えぇ、氷っていう、ま、あ役所みたいなものでね、行政の組織、氷っていうものを設置しました。これで氷って読みます。表記の表へね、氷っていうものを設置し,ました。 よし。これで、えぇ、土地も人民も天皇もになって、それぞれ地方に役人がいる状態になったぞと。そしたらじゃあ次は何をしたらいいやろ。その地方それぞれの民から税金を取らなあかんねな。税金取るためには、どこに誰がおるかはっきりさせなあかんねな。そしてその時の税金というのは基本的に田んぼから取れる、ま、あお米、年貢です。なので、ここで戸籍を作って、そしてその戸籍に基づいて、それぞれの ま民、住民に田んぼを与えましたこれが後のハンデン州樹の方になりますこのハンデン州樹の方改新の尊のすぐ後にとは行かないかんかったんやけどこの高地公民制と同じようにちょっとずつ制度が整っていく さっき言ったように戸籍を作ってその戸籍に基づいて田んぼをあげるでその田んぼから取れた米を納めさせるんやねそしたらあとは納めさせる納め方とか何パーセント納めてくださいっていうのを決めたらいいやななので租税の制度を作りましたこれは基本的にお米を納める税ねですこの租税制度が元になって後の租用 っってていいう税制に繋がっていくわけです。まこの改信の御事のりっていうのは具体的に何かを書いたっていうわけじゃないんやけどさっき言っていた天皇中心の律令国家を作っていく上でその基本としてこういうことはしていかなあかんぞっていう何て言うのね方向性を定めたものこれが改信の御事のりですそしてこの一種の変から始まって 改新の御事の意に基づいて行われた、高徳天皇の時代に行われた改革を大化の改新というわけす。この大化の改新を経て、ま、再び日本は律令国家への道を進んでいくことになります。